急事態です。緊急事態、はい、どうした。練習したプリテンダーがですね、著作権の都合で配信で流せなくなりました。どうすんの。申し訳ございません。だから今回曲を変えて、はい、練習して、はい、中西さんに来ていただいて、もう直接発表したいと思います。生披露。この曲もですね、決めてきております。あ、曲、はい、もう完全に通るやつ、いけるやつ、はい、何ジーホッソ。サクランボです。サクランボ、大使いな。じゃあもう一度練習して、これもパート分けてやるか。はい、オッケー。中西さんはいつ来る、明日とか。中西さんはもう1時間後に来ます。早っ早っ。さっきほんまにさっき申し上げます。はい、前回なんか曲何個か手挙げたうち、ちょうどプリ出たのだけど、私が香水1っていう始まりちなみに香水は通りました。あ、そう、はい、香水はいけんねん。なんだ香水で、ね、なんでサクランボ。じゃあちょっと歌詞分けていきますね。分けますか、はい、ここまでが、ここまでが真ん中の、はい、一人は区切りね。なんかヘイとかじゃないわ。ヘイはないわ。ヘイなんかヘイでしょ。ヘイなんかないわ。パート分け、そうですね。なんでいつもキャツミがボイパン。バイトーンだよ、少々バイトーン。バイトーン。ハモネクレッシュセイ。ボイパってそんなコロコロ変わるもん。だからこうなんていうの、バウンスみたいな曲。バウンス、はい、なるほど。バウンス、バウンス、なるほど。そう、私は下ハモリやった。ハモ、ハモ、かわいすぎ。ハモちゃん、ハモちゃん、ハモカワちゃん、ハモちゃん、ハモちゃん。名前は今なんでもええやん。で、この時の重点音は、キャツミ。あ、じゃあキャツミ、ボイパはい、本当に、はい、じゃあ1、この時重点音はあったっけ。一回やってみたい。もう一回やってみ。